立憲民主党石垣のりこにお前が言うなと批判殺到。本日、立憲民主党の石垣のりこさんが国会にてこのような発言をしてしまいました。さて、安倍総理が瀬戸際の一、二週間とおっしゃいました。2月の26日からは、早一月以上が経過をいたしました。3月11日には WHO が世界的なパンデミックを発表し、 3月24日にはオリンピック延期が決定し、翌25日には外務省が全世界を対象に危険情報のレベル2を出しまして、不要不急の渡航を自粛するように求めています。その間ですね、イベント、集会等、人が集まること、また全国,全国一斉の休校要請などもあります。さらにはテレワークの奨励など、 感染拡大防止のための様々な要請がなされてまいりました。外出するな、集まるな、接触するな、まあ、このような、するな、するな、するなと、まあ、協力を求めるばかりで、コロナ対策本部立ち上げからおよそ2ヶ月余り、世界各国が早々に現金給付や所得保障を具体的に決定し、人工呼吸器の増産を指示する中で、政府から全国民を対象に、 これをすると具体的に伝えられたのは、マスク2枚を全世帯に2枚ずつ配るということだけでございます。この2ヶ月一体何をしてきたんでしょうかこのようになっておりまして。あの、石垣さんがですね、ああ、だこうだと主張されておりますけれども、政府はマスクの配布だけではなくて、これだけの支援策をすでに実施しております。 テレワークに対する支援も行われておりますし、また4月1日からは非常に強力な雇用調整助成金についても対象となり、まあ、こちら簡単にご紹介いたしますと、すべての日本企業に対して COVID-19 に関連して月の売り上げが5%以上ですね。 売上などが5%以上減少した場合に雇用している方々、まあ、社員の皆様や、まあ、正社員だけではなくてですね、パート、アルバイトなどについても給料を保証すると中小企業の場合は最大で9割ほど大企業についても 7割程度を政府が保障するという措置であり、非常に大きな支援を政府が実施しておりますけれども、立憲民主党は石垣のり子さんは、こういった政府の支援策を一切案内せずに、あたかも政府がマスクだけをですね、用意したかのように、 主張してししてままいました、まあ、この石垣さん、先日国会において、コロナよりも桜が優先だと発言して、批判が殺到しており、また、以前に行われた国民に対する差別発言も、未だに撤回すらされておりませんが、立憲民主党には、石垣のり子さんには、こういったデマのような主張を国会に おいてて、繰り返して国民を騙そうと悪質な印象操作を行う前にまずは石垣さんが引き起こされた国民に対する差別などの問題について国民が納得できる形で説明責任を果たしていただきまた日本政府が実際にはどういった 支援策を講じているのか、これだけの支援が実施されておりますので、国民の皆様がこのような支援があるということをですね、知ることができるように、ぜひとも国会やまあ国会以外の場においても、積極的に政府の支援策についても紹介をしていただき、 国民の代表たる国会議員として国民のためだけに働いていただくように仕事をしていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。